皆さんこんばんは、森えりです。ちょっと夜遅くに更新してしまってごめんなさい。ちょっとね、本当はねもう早いうちに上げておきたかったんですけど、今日の朝8時55分あたりからYouTuber 特集みたいなのをTBS 系列のビビットという番組でやっていたんですけども、私森有がちょこっと出てました。その時のブルゾンちえみさんに5分でなるっていうメイクを撮ってたんですけど、ちょっと撮影で長くこうなんていうんですか、尺を入れて撮ってたので、まあそれはリベンジメイクとしてまたやろうかなと思うんですが、撮影した動画を今から3分ぐらい流そうかなと思います。今日見てくれて本当に皆さんありがとうございました。もし見れなかったっていう子はツイッターとかでなんか動画をリスナーさんが回してくれたりとかしてたので見てみてください。化粧をしてなかったんですけど、コンタクトだけだったんでちょっとやばいかな、アラサーとか思ってたんですけど、すごく光をパンと耐えてくれたので頑張っていい感じにパンダの箱とともに映ってるので、引っ越し作業もこれから頑張ろうと思います。ということで今日はその告知し忘れたことについての申し訳ないなっていうのと、その時にテレビで紹介されていたメイクをチャランと流したいと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はこの間ここら辺出しておけたら出しておきますけど、ブルゾンちえみさんのメイクを私やったのを覚えてますかね、皆さん。やったんですけれども、それを5分でやっていきたいと思います。どうですか、とりあえず今からいきます。まず、ちょい平行に描くんですよ。ブルゾンさんは平行。あ、折れた。嘘でしょ、折れた。圧力かけすぎた、ビビった。今1分、ね、やばくないこれ。5分、5分とかバカじゃない、私無理だって。あ、やばい、シェーディング後でいいかな。で、ノーズシャドウ。やばい、まず待って、本当にやばい。あと3分でブルゾンはなるわ。ちょっと待って、頑張る。よしよしよし。やばい、本当にやばい。ちょっと待って、やばい。これ毎日やってるとかすごくない？あ、でもなってきた、ブルゾンに。なってきたよ。やっぱさ、アイシャドウだね。これね。間埋めてる間に絶対4分経ってるし、ほら経ってる。ちょ待って。来たっしょ。来てる。近づいてる。ね、おしゃれな人になってない？ただ。ブルゾン一番大事。ちょ待って。やばい。待って、ロスる。はい、回すスタイルでした。ごめんなさい。口紅ってこうなってんだね、今ね。半減。うるうる、できた。ちょっと待って、できた。成立してんな、この顔。どうしよう。いるよね、こういう人ね。サムネどうにかしましょう。ほら、これよ、これ。はい、ということで皆さん、5分でブルゾンちえみにはなれなかったかもしれない。ということでちょっとリベンジしますわ、また。まず今回のメイクの私のやっちまった感はですね、マットではなかったんですよ、口紅が。ちえみさんマットなの使ってて、ラメ入ってるんで、そこと、あと目だね。はい、学習しました。5分でブルゾンにはなれない、みんな。10分ください。はい、ということで、盛り上がりでございました。じゃあね。はい、盛り上がりでございました。またね、バイバイ。はい、いかがでしたでしょうか。なんか、やっぱコンタクトが違うから、やっぱりブルゾンさん黒のコンタクト入れればよかったんですけど、もう今ほんと引っ越し作業中でコンタクトとか全部なくて、で今メイク道具も全部なくて、で買い直して撮影した感じだったので、ちょっと、もう一回リベンジさせていただけたらなと思います、ちょっとね、やっぱ落ち着いてからちゃんと動画は撮りたいですね。はい、ということで今度こそおやすみなさい。森有でした。本当に見てくれてありがとうございました。
バイバーイ。